どうもこんにちは、下山良平です。以前の回で音階を元にした和音ダイアトニックコードというのをやりましたけども、この7つの和音にはそれぞれ調整内での役割というのがあります。今回は曲を構成する上でいわば骨組みになるような3つの役割、主要3和音について見ていきます。コードにおける基本的な3つの役割、結論から言うと1メジャーコードのトニック、4メジャーコードのサブドミナント、5メジャーコードのドミナントです。この3つの機能を理解することで曲の流れを作り展開していくことができるようになります。実際この3つのコードだけでできている曲もたくさんあります。それで今日はこのうちのトニックとドミナントの関係について見ていきます。それではここで誰もが知っているキラキラ星のメロディーにこの3つのコードをつけてみましょう。ここではトニックを T、 サブドミナントを SD、 ドミナントを D で表記します。まずはトニック。キーの1度の音をルートに持つということで、調の中心となるコード。聴いていて落ち着く感じがするのが特徴です。この場合もそうですが、トニックから始まる曲はたくさんありますね。飛行機の走行に例えると、トニックはまさに地上を走っている時のような安定した状態です。安定、安心、そして終止感のあるコードなので、最後にトニックで終わるパターンもまた多いです。次はドミナントについて見てみましょう。その特徴はトニックと反対、つまり不安定です。飛行機に例えると着陸に向けて下降している時のような状態です。もしかしたら落ちてしまうのではという不安な状態から着陸して安心するのと同じように、ドミナントにはトニックに進んで安定したくなる性質があります。その理由の一つは4度進行。第1話でやったように5度音ソはルート音ドの倍音になるので、いわば親戚のようなもの。 G コードから C コードのようにルート音が完全4度上に進む動きは強進行といって、聴いていて心地よい音の流れになります。ドミナントが持つ不安定な性質、そしてトニックに進みたくなるという性質は単7度を加えて4和音にすることでさらに強まります。その秘密はドミナントセブンスコードを構成する3度シと7度ファによるトライトーンです。トライトーンとは3全音とも呼ばれ、文字通り全音3個分離れている2音のことで、度数でいうと弦5度の関係。これは不協和音でとても不安定な響きなんです。教会で奏でる音楽が主流だった中世ヨーロッパでは、この不穏な響きは音楽に潜む悪魔と言われ、使用することを避けられてきました。不安定なトライト音は半音ずつ狭くなるか、もしくは半音ずつ広くなることで安定しようとする性質があります。曲の中で体感してみましょう。不安定で緊張感のあるドミナントから安定したトニックに進んで
ほっとする感覚を感じながら聞いてください。4度上に進むルート音の動きに加え、 G7 スコードの C、ファは C コードの構成音、ド、ミへと導かれるような引力が生まれるんです。このようにドミナントからトニックに進んで、緊張感から解放されるような動きをドミナントモーションと言い、解決するとも言います。ドミナントモーションを実際の曲で聴いてみましょう。安定したトニックから不安定なドミナントに進んだり、逆に不安定なドミナントからトニックに解決したりというように、こういう変化を続けていくことがコード進行の基本になります。そしてこれが変わる時間配分とか深さとかアプローチ方法とか変わり具合というのを考えて曲を演出するというのが面白いところですね。またギターは楽器の構造上、キーに関わらず指板を見て度数を把握しやすいので、ドミナントの位置を視覚的なイメージで覚えることができます。1度が5弦にある場合、5度の位置はその真上、つまり同じフレット上の6弦です。1度が6弦にある場合、5度の位置はフレット2個分進んだ5弦になります。これを知っておくと、ドミナントの場所を即座に把握することができます。不安定から安定にという強い引力を持ったドミナントモーションは最も基本的で頻繁に使われるコード進行です。次回はもう一つの機能、サブドミナントについて見ていきます。それではまた。